弦の方で外しまして、あとカットした分のね、こういう弦の残りも外して箱の中に入れてるところですね。このように弦をね外してみますと、このようにクリップとかヘアピンとかね、こっちにもねクリップがあるんですけどもね、こういうのが、あ、これホッチキスのあれもありますかね、あ、シャーペンのピッチンですかね、こういうのがね、響板の上に落ちているのが分かりますね、こういうのがビリビリと響いたり、雑音の原因になってたかも分かりませんね。測ってる減圧っていうのはですね、ピーンとね、あの張った時に、ここのね駒が弦に対して圧力こうグッと持ち上げてるかどうかをね測っているところですね、この駒の位置にワイヤーを合わせまして、ここにね余裕があるかどうかですね、ね、きっちりこれ寸法測ったんだけどね、これでこんだけ隙があるっていうことは、この分だけここへこう巻きつくと、減圧が出るということなので、一応この分は正常ということになりますね、減圧が。フレームを外し終えました、フレームを外したら、こういう状態になっております。ここが、チューニングピンが刺さっているピン板という部分になります。表面のニスがかなり変色して汚れておりますので、これを剥がして、きれいな状態に、これからしていきます。これが、フレームの裏側です。ニスを剥がし終わりまして、塗料の定着を良くするために表面をペーパーで磨いております。
と低温のとこに。フロートブッシングクロスを剥がしています。今これクロスがあるので蒸気を当てて接着剤を緩めて外していきます。バランスブッシングクロスも同じようにしても全部剥がし終わっています。こんな風にもうすぐにペロンって取れる状態で全部取っていっています。フランスブッシングクロスを貼っています。こちらはまだ貼っていない剥がしたての鍵盤で、これが貼る最中のものになります。中からクロスを入れていって引っ張って横に接着剤をつけて当たる部分を接着するという形になります。これを引っ張っていってここでジグを止めて端を切るという形になります。同じような作業をフロントブッシングクロスもやっていきます。
ただいま、バックチェックスキンの方をね、貼り替えるために、剥がしているところですね。このようにね、濡れたタオルを、当てて、アイロンで熱しますとね、ジューッと蒸気が出ますのでね、それで糊を柔らかくして、それから剥がすというふうな、そういう段取りになりますね。まあ、こういうふうにね、取れていきますね。はい、まずは剥がす作業から入っていきます。新しいスキンを貼っていっています。こちら一番左がまだ剥がしたての鍵盤になります。で、上から接着をつけて貼って、下を止めてっていう形で、こんな形になっていきます。今順番に、貼っていっていて、こちらがもう貼れてるやつになります。このね、鍵盤の奥の、この赤いフェルトがね、ちょっと虫食いになってますので、このフェルトを交換したいと思います。フェルトはね、こういうふうにカットしていくんですけども、こういうジグに当てながら、カットしていくような段取りになります。柔らかいものをね、切るのが、ね、ちょっとなかなかね、難しいんですよね。コツがいるんですね。これをまた大きさに合わせて切っていきます。鍵盤の奥のキーバックレールクロスが虫食いになってボコボコしていますので、これも新しいのに貼り替えます。こちらが剥がした後、もうちょっと綺麗に剥がします。で、綺麗に剥がして新しいクロスをこう貼っていくという形になります。こちらは下にフェルトが貼ってますので、同じようにこの厚さのフェルトを貼ってから、これを貼っていきます。全部新しいクロスに貼りました。ダンパーレバーっていうんですけど、ここにダンパーワイヤーがついてっていう部品になります。ここがちょっとスティック、湿気を含んで動きが鈍くなっていますので、それを修理しています。これをここにピンが刺さっているんですけれども、これを抜いて、左右同じ太さに穴をしまして、この穴に合わせて、火を通します。
で、これで端っこを。で、こっちは硬いんですけれども、こっちは柔らかくなりました。フリペンヒールクロスも虫食いになっております。こういうところは穴が虫に食べられた跡になります。これも新しいクロスに貼り替えます。今、こう白いクロスを剥がしています。こんな感じで赤いフェルトがくっついていますけれども、これは綺麗な状態なので、このまま生かして、白いクロスだけ貼り替えていきます。こちらの下にあるこのボタンのフェルトが虫食いになっております。こちら外したものですけど、ちょっと欠けているのがわかりますかね。ちょっと虫食いが結構多いので、これを新しいフェルトに貼り替えます。今、一個ずつ外して、フェルトを取っていっているところです。トップフェルトの、交換をしています。元のダンパーのフェルトがこういうふうに虫食いがあったりしたので、とりあえず平ダンパーだけ今交換しているところです。このように、ダンパーフェルトを剥がしてダンパーを作ってヘッドに新しいものを貼っていきます。うるさい。これは、グランドピアノの、ハンマーがつく、ハンマーシャンクなんですけども、このねシャンクもこの音がですね、これちょっと高い音ね、横で今弦張ってますので音がうるさいですけど、これ高い音鳴ってますね。これ中ぐらいの音ですね。ね、こういうふうに音が違うんですね。で、低音の方につける、シャンクは、低い音、真ん中のハンマーは真ん中っていうふうにね、音を聞いてこういうふうに、ね、分けるんですね。こういうふうにまず、このシャンク、この棒自体が、こう高い音が鳴るのか低い音が鳴るのかっていうのを分けてから、そこに合うシャンクに合うハンマーを取り付けていく、音に合うハンマーを取り付けていくというふうな作業になります。ただいまね、このようにシャンクを、言葉悪いですけどね、殺すって言ってるんですけど、ハンマーの、穴に、合うようにギュッとね圧縮するんですね。こういう作業をやっております。はい、基準になるようにですね、一個飛ばしでこのように線をね引いて、これを基準のにして、ハンマーの方を取り付けていくというふうな予定になっております。
ハンマーのヘッドをつけています。ハンマーを交換するとシャンクの先がねこのように出てしまいますので、これをカットしているところです。こういうふうに、行き過ぎてもフェルトに傷つけないようにちょっと当て木をしてね、カットしているところです。ハンマーを変えましたので、先端の方のハンマーの重さがね、今までとは変わってるわけなので、こういうふうに重りを置いた時にですね、こう沈むスピード、が違うわけなんですね。なのでこれなんかはねちょっとこう遅いですね。最後まで沈まないですね。でこういうふうに鉛を置いてみる。ここにね鉛がこう入ってるんですけどもね、その鉛の位置を今調整しているところですね。こういう感じでしょうか。このぐらいの位置がいいんじゃないかなと思いますね。どうやらこの3つはね鉛を入れないといけないような感じですね。他のはうまくいきそうですけどね。はい、このような作業もあります。はい、では、鉛を詰める位置に鍵盤の方穴を開けていきたいと思います。では、鍵盤に、開けた穴のところに鉛の方をね、詰めていきたいと思います。
このように、新しい鉛の方が入りました。